こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はファーストアニバーサリー魔王流祭第2夜通算200連ガチャいってみたいと思います。はい、ということでですね、前回の動画で110連しましたので、2日目の今日は、200連までとりあえず行ってみようかなと思います。はい、まあ、前回のガチャ結果がね、まああんな感じだったんで、まあ果たして第2夜はどうなるのかというところでやっていきたいなと思います。であとね、まだね、性能悩んでる方、このガチャ回すべきかどうか悩んでる方は性能解説動画アップしてるんで、ぜひそちらをね、ご覧いただいて、参考にしていただきたいなと思います。はい、ということでいきましょう。通算120連目のガチャ参る。で、仮にですけど、今回のこの200連目のガチャで、なんだろう、僕が納得しない結果だったら、明日あるんで、また300連目があるんで第3夜があるんで、なので、まあね、皆さんはぜひ最後まで見逃さず見てください。まあ今もう喋ってたら何の演出もなかったけどね、確定演出なしだね。で、前回の、ガチャ動画でまだ出てない演出で言うと、昇格演出と、あとミリムか。ミリム演出がまだ来てないかなっていう感じなんだけどね。この動画で出てくれればいいんですけど、動画映えがある。ミリム演出来てほしい。あ、でも星4キャラ多かったね。はい。通算130連目いきたいと思います。どうかな。まあ、なんていうか、ね、最近のあの武勇祭だったり、あと、英傑祭。おお、出た、確定演出。このパターンか。このパターンもあったね。なるほど。そっか。このパターンあったね。ってことは、まあ、どっちにしてもあと2つだ。つまり。はい、紫来た。パポ。パポ。さあ、どうだ？結局、無凸のままだと弱いからね。一凸しないと特性が出てこないっていうところと、あとね、ガチでやるんだとして、やっぱ特性2段階目解放の3凸欲しいよねっていうところもあるし、あと、もう新規キャラなんかは、奥義強化とかあるからね、5凸しないと出てこないっていうね。ガチ勢の方はもう5凸必須ですよ。マジで。マジモンのガチ勢。まあ、そこまでしなくても、武勇祭とか全然上位 3% 以内は全然残れるけどね。残れると思うけど。俺は、そうだろうね。めちゃめちゃ聞き覚えあるもんね。そうでしょう。そうでしょう。うん、まあ、まあ、まあ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 、何も出ないよりは。何も出ないよりは全然マシ。しかもこれあれなんだ。星4以上か確定枠のとこから星5になったんだね。あんまり見ないパターンだね。はい。通算140連目いきたいと思います。なるほど。さあどうだ。さあどうじゃ。さあどうじゃ。まあでも今後のことを考えれば、あれだよね。貫突してるキャラもね、奥義強化とかできるし、ってことを考えると、まあ全然無駄ではないしね。まあいいとは思うんだけど。さあ。うん。今のところ確定演出なしだね。あとはもう昇格演出を祈るしかない感じだ。なるほど。なるほど。なるほど。これはなんか出ない気がするな。怖いな。なんかこの、今回なんか出なそうな気がしてる。怖いな。怖い。ひたすら怖い。まあ、仮に出なくてもね、一応今回課金者の場合は、ね、選択チケットがあるんで、絶対手に入りはするんだけどね。まあでもやっぱガチャでね、3凸くらいは行きたいよね。はい。ということで次が通算150連目のガチャとなります。マイル。さあどうだ。
さあどうだ、紫来い、紫、紫パーポ、紫来い、来い、来い、村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 、なし。村、村、村しても全然来なかったね。なんなら来るんだ、一体。マジで欲しい。いや、そろそろ来てもいいんだけどな。そろそろ来てもいいんだよな、ピックアップキャラが。来ねえなぁ。来ねえな、昇格演出、マジで。昇格演出ってどれぐらいの確率なんだろうね。来ねえな。来ねえな。通算160連目いきます。今のところ一応この動画内では、これ50連目になるわけか。高密度のエネルギーを検出しました。うわー、来ねえ。そろそろ、そろそろ、そろそろピックアップキャラ1体くらい欲しいな。そろそろくれ。そろそろ紫来い。マジか。お前マジか。マジか。でもね、あれなんだよね。ガチャ動画って、不思議なことに、爆死してる方が高評価とか多いんだよね。みんな爆死を望んでんだよね、結局ね。視聴者の方はね。配信者が爆死することで、うえ、こいつ爆死してやがんぜっていうのね、みんな高評価ポチッと押すんだろうね。ごめん。いろんなゲームでね、ガチャ動画やってますけど、やっぱり爆死してる方が圧倒的にコメント欄の、みんなのテンション高いしね、高評価多いし、みたいな。はい。ということで、まあ多分この動画今のところ多分高評価高いね。170年目いきます。多分今のところすごい高評価だと思うよ。ここまで。ここまでめっちゃ高評価だと思う。さあどうだ、さあどうだ、いでよ。そろそろマジで欲しいね、でもね。マジでピックアップキャラ欲しいね。別にリムルじゃなくてもいいから、まあ、ミリムなり、ベルドラなり、でもいいから欲しいよね。なんも出ねえな。しかしマジでなんも出ねえな。演出全然来ねえな。やべえな、これ。これは沼かもしんねえな、これ。沼だな。沼かもしんねえっていうか、もうすでに沼だよね。今回のこの動画内では何も出てねえかもんな。何初期リムルだけ。初期リムルはもう本当に罠でしかないよな。やべえな。いや、やべえな、これ。これ良くないな。ちょっと一旦ホーム画面戻ろう。これ良くないな。よくね。ちょっと、テンペストスラッシャー見てからガチャ引こうわ。テンペストスラッシャーでいいんだよね。はい。見た。俺たちの勝利だな。行くぜ。俺たちの勝利だな。行け。俺で行け。テンペストスラッシャー。いや、マジで頼むわ。そろそろ。そろそろ頼むよ、マジで。起きた。ようやくかよ、遅いよ紫くん。相手を見て物を言えよ。発言は許してやるが、言葉は慎重に選べ。わあ、そのリムルさんか。そのリムルさんか。そのリムルさんか。これはまあ誰かの糧になるだけだね。これは誰かの餌になります。これ覚醒石に。もう貫突してるからね、さすがにね、さすがにあのリムルは貫突してるんだよな。なるほど。なるほど。そっちのリムルか。なるほど。でも、テンペストスラッシャー見たのは本当良かったかもしれない。テンペストスラッシャー作戦ありかもしれないな。いやー、マジで、やべえ、渋いな、200連目。渋いな。終わりだろ、これで多分。なるほど。なるほど。あと20連ですよ。20連。もう一回テンペストスラッシャー見よう。マジで、みんなの力借りないとね。
俺たちの勝利だな、行くぜ。俺たちの勝利だな、190連目。テンペストスラッシャーってなんだ、みんなの力とか言ってたから、あれ元気玉みたいなことなのかな、あれって。紫来い。マジかよ、みんなの力借りてもダメなのか。やべえな、これまさに爆死だね。この動画めちゃめちゃ高評価多いと思うんで、皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。マジでこれはもう文句なしで皆さんこれ高評価を押せるでしょう。これは高評価を押してほしい。いや、これは稀に見る高評価動画だわ。マジかよ。マジかよ。いや、ひでえな。これは完全にひどいぞ。マジか。マジか、1周年。これが1周年の周知か。ということで、次がラストということになります。もう一回テンペストスラッシュは最後見るからね。これは見るよ。力貸してくれ。みんな！いや、マジで。オッケー、俺たちの勝利もらった。200連目いきます。俺たちの勝利もらった。結局ミリム演出なかったしね。ミリム演出ないし、あの昇格演出もねえしみたいな。マジかよ、そろそろマジ頼むわ。紫で終われよ、マジで。マジかよ。おいおいおい、リムルさん、マジでこれ1周年っていうの、やべえな、これ。これやべえな。とてもこれあれだね、この200連目の結果見るととても 5% とは思えないね。これで星5確率上がってるんですよ皆さん。これはやっ、これはえぐい。これはね、かなりひどい方だと思う。全ユーザー見てもかなりひどい方だと思う、これ。マジかよ、これ。マジかよ、これ。ひどすぎだな。ひどいわ。マジかよ。これは、とりあえずまとめいきますが、とりあえず今回の動画、計90連か。前回が110連して、今回90連して、まあ、200連まで到達したというわけですが、出た星5が、初期の、あ、てか、リムル2匹か。初期のリムル2匹だね。空属性リムルと、あと、水属性リムルか。っていう感じで終わってしまいました。既存キャラだね。既存も既存だし、みたいなところです。はい。これは、まあ、さらに、第3夜行きます、これ。間違いなく第3夜300連いきたいと思いますので、ぜひこの動画高評価、そして前の動画も高評価、そしてチャンネル登録ぜひというところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。